で、このゼルビアのカードをですね、開けていきたいと思いますが、そんなに種類はないんですよね。レギュラーカードとゴールゲッターカード、マスコットカードということで、開けていきたいと思います。で、まあ、3パック買うと、くじが引けるということだったので、我が家は、1、2、3、そして2つ開けてしまったので、4回くじを引きました。はい、4回くじ引いて、4等のサインカードが2枚当たったんですね。森下選手と中島由紀選手。あ、森下玲也選手と中島由紀選手です。ということで、それ以外のカードを開けていきたいと思います。それでは、開封。それでは開けていきたいと思います。パック目。お。おお。おお。必ず3枚に1枚キラキラカードが入ってるのね。2パック目です。あれ、試合のユニフォームじゃない。お。練習用です。チームカードとかそういうこともありますね。かっこいい。福井選手。かっこいいですね。ゴールキーパー福井ってことですね。はい。はい。三個目。お、ゴールゲッターカード。これしかも平田選手ですね。かっこいい。かっこいい。はい。まあ、やっぱチームエディションだとね、知らない選手もたくさんいますけど、うん、また覚えるきっかけになるんで。高橋翔平。お、高橋翔平選手。幾多のチームを渡り歩いた男。はい。私はね、ゼルビアとチョンテシ選手が好きなんですよね。ダンタロー。お、ゴールゲッターか。お。マスキ。ゴールゲッターカードが入っていてもキラキラカードが必ず入っているという。ダブちゃん、高橋翔平。ほい。ああ、マスキッチ、ダブちゃん。ほい。後ろと、あ、チョンテセ。お、テセ選手出ました。出ました。高江選手、キラキラ。はい、残り3パックで、じゃじゃん。お。中島選手のゴールゲッターカードゴールキーパー、フーク奥井レジュラー奥山くんですね。奥山、お、なんか超洋服。あ、そうですね、なんかトレーニングマッチ用ですかね。お、お、チョンテス選手のキラキラカードパラレルカードを。さあラスト。あれ、チョンテスまたいた。テス選手。嬉しいっす。おー。丸山選手。以上です。以上。種類が少ないだけあって、好きな選手が結構当たりやすいっていうのがいいですよね。はい、なので、まあ、また試合会場に、ね、行くことがあったら購入したいと思います。まあ、他のチームもね、今ちょうどカードを販売する時期なので、ちょっと狙っていきたいと思います。ありがとうございました。いっぱい当たってよ。チョンテス数えてみる。いきます。1テセ、2テセ、3テセ。チョンテセみたいな。